はい、お伝えします県と奈良市は新型コロナウイルスについて新たに8人の感染が確認されたと発表しましたこのうち1人は院内感染の疑いがあるということです県と奈良市によりますと新たに感染が確認されたのは柏市に住む自営業の80代男性桜井市の20代男性会社員生駒市に住む20代の地方公務員の女性 大治町に住む自営業の40代男性そして大和郡山市の80代無職の女性宇田市に住む50代の地方公務員の女性奈良市の20代の男性会社員と女性会社員の合わせて8人ですいずれも軽症もしくは無症状ですこのうち80代の女性は大和郡山市の滝田病院に 5月上旬から入院していて先月24日に発症し昨日陽性と判明しました滝田病院では先月15日に病院に勤務する理学療法士の陽性が判明したため職員患者など合わせて32人を対象に PCR 検査を行い結果はすべて陰性でしたこの検査対象に入院していた女性も含まれていましたが 検査時は陰性だったとということです県は院内感染の疑いがあるとみて感染経路について調査を進めています